笠西君日本共産党の笠西明です原子炉等規制法に定めた原発の運転期間をめぐって私も質問いたします岸田総理が昨年7月27日に第1回 GX 実行会議で原発回帰の方針を示した翌日から原子炉規制庁のと資源エネルギー庁の面談が 行われていたことが規制庁の公表によって明らかになっております7月28日の第1回面談で規制庁は2012年6期法改正時に内閣法制局に提出した資料提供を N 庁から依頼をされ7月29日にその資料を N 庁に送っております2012年7月に 内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室がまとめた原子力規制委員会設置法解説（改設かっこ原子炉等規制法電気事業法改正関係かっことずという資料であります経産省に伺いますなぜこの資料提供を規制庁に求めたんでしょうか資源エネルギー庁松山電力活業部長 お答え申し上げますあの経済産業省では第1回 GX 実行会議での総理の指示を受けまして、えー、まあ関係省庁との間でその後の進め方の相談を始めたわけでございますが、あの原子力発電所の運転機関に関する制度の在り方についての具体的な検討を開始するにあたりまして、 もともとそのベースとなります、2012年の原子炉等規制法改正時の内閣法制局資料をおお、まあ、勉強させていただきたいと、おそういうその技術的なおよび制度趣旨というのがどうあるかという、しっかり勉強しないと、具体的な検討が進まないものですから、あそういう趣旨を確認するために、今ご指摘、ご質問を頂戴しました資料の提出を依頼したものでございます。笠井明君運転機関の 制限について、えー、規定が設置された当時の法改正の趣旨を確認する観点ということであります。山中委員長に伺います。そこに、その資料に何が書かれているかと、えー、ここにありますが、えー、これですけれども、27ページには原発運転期間の制限として、6、え、期、ー、法第43条の3の32について解説があり、 当時の改正の趣旨に次のことが明記をされています。一般的に設備、機器等は使用年数の経過に従って、経年劣化等により、その安全上のリスクが増大することから、こうしたリスクを低減するという趣旨から、本省は運転することができる期間を制限するものでありと、こう書かれているのは間違いありません、ね、山中原子力規制委員会委員長。 間違いいございません、はい、笠井君では、40年という運転期間の制限、年限について、そこにはどう書かれているでしょうか山中委員長。ご指摘の40年という運転期間の年限につきましては、原子炉設置許可の審査に際して、重要な設備、機器等に関わる設計上の評価が、 運転開始後、40年の使用を想定して行われることが多いこと、具体的には中性死傷者による劣化の評価について、ほとんどの施設が40年を目安に評価していること、重要な設備の疲労評価についても、40年程度の運転期間を想定していたことを考慮し、当該運転期間を制限した旨、記載されていると承知しております。一方で 劣化評価による安全,リスク安全性のリスクは、年数を経過するとともに徐々に大きくなるものであり、原子炉の運転開始後、40年までは安全上、全く問題がなく、40年を経過すると急に危険になるものではない、え加えてメンテナンスの状況、原子炉の設置された年代等に、個々のプラントに行くごとにえ、施設の状況が異なると言えるとも記載されております<上>笠井明君。 さらにこの28ページには、40年という年限で運転の期間を制限する規定としたのは、前日のとおりと、今、紹介ありました経年劣化による安全上のリスクを低減するという趣旨からであると、明記されております。山中委員長、言うまでもないことですけれども、法律改正の趣旨に利用政策であるとか、それから政策判断に関する事項などとは、 一言も書かれていないなわけであります原発の運転期間の年限の趣旨は、原発を運転しても安全を確保するために、リスクを低減させるためのものということじゃないんですか山中原子力規制委員会委員長。お答えいたします。現行の運転延長認可制度は、運転開始後60年を迎えた原子炉について、規制委員会がたとえ科学的技術的に、 安全面から基準に適合していることを確認したとしても、事業者が運転することはできなくなります。すなわち、この仕組みは、安全上の基準を適合した原子炉をさらにどの程度の期間にわたって運転することを認めるかというものであり、もはや安全上の観点ではなく、利用の在り方の観点の判断にほか,らな,な,いほかならないと考えております笠井明君。 利用政策に関する規定ではなくて、安全の確保するための規定ということになっているわけですよ。で今国会の法改正で、原子炉等規制法から運転期間条文を削除してはならないということになるんじゃないですか山中委員長。これまでもお答弁の中で申し述べてきましたように、令和2年7月29日の原子炉規制委員会の見解のとおり、私ども原子炉規制委員会は、 運転機関について判断を、何か意見を申し述べるべき事柄ではないというふうに考えておりますので、この点についての見解は変わりません。君そのことまた議論しますが、この資料の1ページ、そもそも6法第1条の目的規定から、計画的利用を削除する趣旨が明記をされております。原子力規制委員会設置法の趣旨が、そこにあるのを読み上げますと、 原子力の規制と利用を同一の行政組織が担っていることによる弊害をなくすために、原子力の規制と利用を分離するということであることに鑑みると、原子炉の設置および運転等に関する規制にあたり、法律の目的に計画的な利用が含まれると、計画的な利用の観点からの判断が、原子力安全規制の判断に影響を与えるとの疑義が生じ、規制と利用の分離という観点から望ましくないと言えると。 このため、目的及び許可等の基準から、開発及び利用の計画的な遂行を削除することにしたと、現行のロキホのですね目的には、利用に関することは一切ないわけです。それなのに、山中委員長が繰り返し運転期間は利用政策、運転期間に関する規定は、利用に関する規定といわれる根拠、これは何なんですか、今、現行法でやってますからね。山中原子規制委員会委員員会長 原子炉等規制法の中で、運転期間に関する定めと、後継年化した原子炉に対する安全規制の定め、これが同時にセットされて定めてられております。この点について、原子炉規制委員会で長い時間、議論をさせていただいて、 令和2年7月29日の見解をまとめたものでございます、すなわち繰り返しになりますけれども、運転期間については、原子力の利用政策側が判断すべき事柄であって、原子力規制委員会は意見を述べる事柄ではないということでございます笠井明君現行法で今やっている中で、見解の話、これからやりますが、大体現行法に基づいたら、運転期間は利用政策とか、 運転期間に関する規定は、利用に関する規定なんていう委員長の答弁とか発言は出ないはずであります、法律に関わっていてはそれ違うことを言うわけですから、しかも、今、2020年7月の運転期間延長認可の審査と、長期停止期間中の発電量原子炉施設の経年劣化との関係に関する見解と、先ほど出ております、ね、委員長も今、繰り返し言われました、これを金閣玉状のごとく引き合いに出されますけれども、 ならば、かつて福田委員長にも正しましたが、改めて山中委員長に問いたいと思います。まずこの見解をまとめることになった発端について、冒頭の全文にどう書かれていますか山中原子力規制委員会委員長。令和2年7月の見解につきましては、平成29年に原子力事業者から安全規制の枠組みの中で、運転 開始から40年、20年という運転期間から、運転停止期間を除外してはどうかと提案されたことを機に、検討を開始したものでございます笠井明君一定期間を、運転期間から除外してはどうかという事業者側の提案について、当時の更田委員長は昨年4月7日の当委員会での私の質問にこう答弁されました。アテナの要望を跳ねつける見解となっておりますと 定止期間を40年から除くべきではないかという主張を、再三宛名から求められたのに対し、私たちは運転開始から40年、時計の針は止められないという旨の見解を述べたものということで、明確に答弁されました。見解をまとめた当時、委員でおられた山中委員会委員長も、当然、見解全会一致で決まったわけですから、同じ立場ということですね。違ったのかい山中原委員,会委員長 当然令和2年7月29日の見解の中に、運転停止期間については、運転期間から除かないという科学的技術的な議論の結果を記載しております。それと同時に、運転期間については、利用政策側が判断すべきこと柄であって、原子力規制委員会が意見を述べること柄ではないという見解も同時にまとめてございます。笠井明君 時計の針は止まらないと、そのとおりだとおっしゃったで。そしてその間に原発の危機は劣化するということであります、ということは。この点では、私、見解はそのとおりだと思います。しかし、この見解の運転期間を40年とする定めは、40年超の運転え、運転延長認可の評価を行うタイミングと、これを特性するという意味を持つものであると。こう書かれている。この部分については、問題があると思います。そもそももの やっぱりこの録音の立場から言ってでこのことは私、副大臣にも正しましたが、40年というのはタイミングではなくて、原発の運転期間のことであります、条文は運転期間を40年とするとなっているわけです、6期法43条の3の32にあることで、誰がどう見ても原発の運転期間であって、20年延長の評価のタイミングではありません。 これを曲解しちゃいけないと思うんです、見解そのものの重大な誤りがあるんじゃないか、山中委員長は、その二つ言われているけど、どちらだと考えていらっしゃいますか山中原子力規制委員会副田前委員長も国会答弁の中で答えられていると思いますけれども、40年、60年というのは、原子力規制委員会にとっては審査のタイミングであるというふうに考えております。 笠井明君これはです、ね、もう今言ったように、40年というのはタイミングじゃなくて、原発の運転期間のことを、そもそも法律で定めているわけですよ、そこを本当に極化したらだめです、見解の最後には、発電用原子炉の原子炉施設の利用をどのぐらいの期間認めることとするかは、原子力の利用のあり方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないと。 あるとで原子力の利用の在り方に関する政策判断に対して、つまり利用の在り方、さっきもありました、この在り方に関する政策判断に関して、規制委員会が意見を述べるべきことからではないというのは、私、そのとおりだと思います。しかし、原発の運転期間というのは、すでに示したとおり、運転させてもリスクを低減させる措置について、安全を確保するために定めたものであります。 これは原子力の利用のあり方に関する規定ではありません。それでもまだですね、山中委員長は、運転期間に関する定めは政策判断に関する事柄と、運転期間の規定は利用政策に関する規定であると。だから、規制委員会が意見を申し述べる立場にはないと、このようにおっしゃるんでしょうか。 山中原子力規制委員会委員員会長お答えいたします令和2年の見解の中で、運転期間延長認可制度における原子力規制委員会の役割は、原子炉等の設備について、運転開始から一定期間を経過した時点で、延長する期間において原子炉等の劣化を考慮した上で、 技術基準規則に定める基準に適合するか否かを科学的・技術的観点から評価することである、運転期間を40年とする定めはこのような原子力規制委員会の立場から見ると、かかる評価を行うタイミング、運転開始から一定期間を経過した時点を特定する意味を持つものであるとされておるとおりであり、私も同意見でございます。笠井明君あの、ね まあ、あのまとめられたということで、山中委員長もその当時の当事者だということで、その見解のことを持ち出されてやるんだけど、この見解については、私申し上げたように重大な問題点がある、そもそも路敵法との関係でいいのかという問題があるわけですよ、それをあくまでね、タイミングということにして、そしてそもそも時計の針が止められないということについてはお認めになったけれども、その間に危機は、原発の危機は劣化するわけですから、そういうことでいうと、結局それを理由にして、結局、あの運転期間に関する、 では利用政策だから経産省所管の電気事業法に移すという考え方は重大な誤りだということになると思うんですよ運転機関を6票から削除して電気事業に移す法案というのはこれはもう撤回すべきだとこのことは強く求めておきたいと思いますもう一問だけ伺います規制委員会が行うのは適合性審査ですよねそれなのに経産省や経産大臣が またこともあろうに原子力規制委員の方までもが安全審査と呼ぶ問題を昨年12月8日の党委員会で私、たしました山中委員長は100%原子力に安全はないという認識ではおりますので言葉遣いにはできるだけ注意をしているつも,いるつもりというふうに答弁されましたところが山中委員長ご自身がですね、今年1月31日の衆議院予算委員会で答弁された中で 審査はその安全について判断を行うものでありますと言われました、審査は安全の判断をするんだと、本来ならば、審査は基準に適合しているかどうかを判断しているものと言うべきものだったんじゃないんですか、こういうのは本当にね、軽い問題じゃないと思うんですよ、規制委員会の本来の任務が何かということなんで、ここでまた、あのー、安全審査なんていうことを言って、審査を取ったら安全なんですって言ったら、安全審査ですよ、これ。 この点はいかかがですか山中原子力規制委員会委員長あのご指摘のとおり100、100%安全はないという認識でございます。あのその点については、ご指摘のとおりでございます。改めて原子力規制委員会の役割は、科学的技術的な観点から、安全面での基準を定めて、個々の施設がその基準に適応しているか否かを審査して、検査を通じた監視等を行うことに尽きると考えております。 時間がなくなりました、もちろんあの要するに1点だけですけど、じゃあ1月31日の委員長のその答弁は適切でなかったと、正確でなかったってことで,いいですね山中委員長、安全に関して基準に適合しているかどうか審査するのがわれわれの役割だと考えております笠井明君言葉遣いにはやっぱり価値観が反映してきますんで、きちんと正されたい、このことを申し上げて質問を終わります。